次に足立康史君、はい、足立君、はい、日本維新の会の足立康史でございます。今日はですね、少しちょっとバタバタしてまして、すべての質疑をですね、拝見をできてないものですから、ちょっとかぶる、ダブルというか同じような内容がもしかぶるようでしたらご容赦をいただきたいと思います。ちょっと順番が通告と変わりますが、まず最初にですね、事務方で結構ですが、いわゆるスマホ、これスマホですね、いわゆるスマホ、ネット端末ですね、私はこれ、テレビは受信できないスマホですので、テレビというか放送はですね、放送波は受信できないですので、ネット端末、スマホ、これをNHK の契約対象にしていく将来的可能性、これについて質問させていただいています。で、これはですね、今日の午前中の参考人質疑でも、私が宍戸を参考人に聞きますとですね、ちょっと曲解しているわけではにならないように しなければいけませんが、要すれば十分にあり得るし、その際にはNHK と契約したくない社をですね、しっかりと除外してあげる、そういう仕組みがいるかなというようなご説明があったように記憶をしております。ちょっとそういうところを一旦3分の1ぐらい使ってですね、やりたいと思いますが、総務省いかがでしょうか。まずネット端末を契約対象とする将来的可能性はあるでしょうか。佐藤総務副大臣。お答えいたします。まず今回の改正では、スマートフォンなどを用いてさまざまな場所においても放送番組を視聴したいという国民視聴者の期待に応えるため、 NHK による常時同時配信を可能とするものでございまして、 NHK としては常時同時配信を放送の補完として位置づけ、新たにスマートフォン等の所有者の方から受信料を取るといった考え方はしていないというふうに承知をしているところでございます。で、将来的な NHK におけるインターネットネット活用業務の在り方ですとか、受信料制度につきましては、今後の NHK の常時同時配信の実施状況ですとか、国民視聴者から十分な理解を得られる制度とすべきといった観点もございますので、こうしたことを踏まえまして、中長期的に検討すべき課題であるというふうに認識をいたしております。足立君。副大臣、だからそういうことは可能性があるということですね。確認です。誰でも結構ですよ。山田情報流通行政局長。ただいま副大臣からご答弁申し上げましたけれども、仮にスマホのみをお持ちの方を対象として受信契約ということになりますと、受信料制度というものを大きく見直すということになります。将来的に NHK がどういった形でインターネット活用業務をやっていくのか、また受信料制度をどういうものにしていくのかということにつきましては、今後の常時同時配信の実施状況ですとか、あるいは国民視聴者から十分な理解を得られる制度とすべきといった観点を踏まえまして、中長期的に検討すべき課題であると認識をしております。足立君。いや、だからということは可能性があるということですね。もう一度お願いします。山田局長。今ご指摘の点につきましては、中長期的に検討すべき課題であると認識をしております。足立君。ちょっとこれダメですよ。これ大臣、可能性ありますね。石田総務大臣。先ほど来ご答弁申し上げていますように、この中長期的課題としてですね、これは国民的なご理解とかですね、そういう要素が当然絡んでくるわけでございますから、今の段階で申し上げる状況にはないと思っております。足立君。いやいや、おかしいな。だって可能性ですよ。蓋然性が高いか低いかという質問してるんじゃないですか。可能性があるかないかですよ。可能性はあるかないか、どっちかじゃないですか。で、現時点で中長期的検討課題だというのであれば、可能性あるという答えしか私は論理的に導かれないと思うんですが、それはなぜ答弁できないんですか。石田総務大臣。中長期的課題ですので、なる場合もあればならない場合もあるということであります。
今まさに石田大臣がおっしゃったようになる場合があるわけですね。いや当たり前じゃないですか。だから与党の皆さん分かりますよね。私間違ってないですね。これ懲罰動議出ないですよね。だってなる場合もあればならない場合もある、そういうことを一般に日本語では可能性があるというんです。大臣もう一度可能、スマホからスマホを、NHK の契約対象とし、まあ、課金というか、まあ、受信料を徴収する可能性がある、しっかり答弁してください。しっかり石田総務大臣。まあ、これはですね、今後中長期的課題として、しかるべき有識者等の場でですね、しっかりご議論いただいていくものべきものだと考えております。以上。足立君。まあ、もうやめますが、こういう答弁しかしないから国会がね、面白くないとか意味がないとか言われるんですよ。だって意味ないですよ、こんな答弁してたら。で、可能性はあるってもうはっきり今の答弁で分かったと思うけど、それを言わない。分かっていることを言わない。僕は参院選このままだと本当に自民党負けると思いますからね。まあ野党も弱いけどね。まあいいや、やめときましょう。さて、この放送法改正案については日本維新の会は賛成をします。しかしこの法案に賛成の内容に合点がいっているわけでは全くありません。むしろほとんどは反対です。しかし現状より前進してないかと言われるとそれは一歩前進しています。だからそれは賛成をしますが、しかし今放送と通信の大融合時代を迎えて、時代も平成から令和に変わり、この局面で日本国の総務省がこの放送と通信の融合に正面から向き合っていない、一歩前進ではあるけれども放送というその小さな枠の中に NHK も民放もそして総務大臣も総務省も籠城している、外を見ようとしない、私は大変批判的でございます。その証拠をいくつか挙げたいと思いますが、一つ、これ事務方、まあ、総務大臣でも結構ですが、通告は総務大臣に申し上げているのかな。総務大臣、放送と通信の融合を検討する部署、総務省にありますか。安藤大臣、まず、じゃあ、安藤大臣官房総括審議官。端的にお答え申し上げます。委員がご指摘をいただきました通信と放送の融合のへの対応につきましては、かねてから必要に応じて総務省内で検討してきているという状況にございます。本日、私がこの件につきまして、ご答弁申し上げておりますとおり、情報通信行政局の中で検討するということが、基本的な対応となってございます。足立君。その情報、よくわかんない、情報通信なんたら局の中に、誰がやってるんですか、担当者は何人いるんですか。安藤大臣官房総括審議官。情報流通行政局の中の情報通信政策課が、総合的な政策の企画立案を担当するということでございまして、本通信と放送の融合への対応につきましても、検討するということでございます。足立君。今ご答弁いただいているのは安藤総括審議官ですか。まあ、要すれば安藤総括審議官というのはね、誰もやってくれないやつを拾う国会対応のね、あれですよ、誰もやってない、誰も受けれない質問を受ける人なんです、あの人は。本当にかわいそうですよね。だから安藤大臣官房総括審議官には、心からなんていうんだっけ、かわいそうだなとこう思いますが、いや、聞いたんですよ、事務方に、当然あるだろうと、放送と通信の大融合時代に、通信を見てる部署と、放送を見てる部署が2つあるんです、1つの役所の中ですよ、そこに放送と通信の融合について考えてるスタッフ、やってる人はいません。いや、事務方から、まあ、内々に聞いてる、ちょっと事務方が後で怒られたらかわいそうだから、怒らないでよ、安藤さん、
ね、大臣、あとでその僕のところにレク来た人に怒っちゃだめですよ。しかし僕のところ来た人はやってる人はいません。プロジェクトもありません。将来の課題ですって言って、まだ課題としてテーブルに載ってないんですよ。そして放送部局の中に、放送側から見たときに、この新しい環境にどう対応していくかということで、いわゆる諸課題検討会がある。そこで、まあ、微方策ですよ。微方策に終始してきたのが、この今の放送法でしてね、まあ、自民党っていうのはまあそういうところですよ。石田大臣もそういう人です。改革はできません。改革ができないもう一つの理由、今日文化庁来てますね。ネット同時配信をするんだったら、諸外国でやってるように、あるいは国際条約がここまででいいよと言っているところまで、著作権を変えないといけないじゃないですか。それがいわゆる許諾権を見直して、報酬請求権でしたっけ、許諾権の、日本の著作権法に規定されている許諾権を見直して、いわゆるサイマルキャスティング等にかかる報酬請求権の規定っていうのを作ればいいんですよ。これをやらずにネット同時配信をするなんていうのは、もうおためごかしもいいところ。これはね、文化庁に聞いたら、しのこの言う、まあでも文化庁しか通告してないか、総務省にも通告した？あ、首振ってますね。したような気もするんだけど、まあ、文化庁、これ、なんでやらないんですか。文化庁、内藤審議官。お答え申し上げます。同時配信に関しましては、現在も権利者団体により、集中管理の取り組みを進められておりまして、NHK と日本レコード協会との間でも、包括契約がすでに行われております。文化庁といたしましても、同時配信等に係る権利処理の円滑化を図る観点から、権利者団体に所属していないアウトサイダーの情報も含め、音楽分野における権利者情報データベースの構築を進めていき、権利処理の円滑化を一層進めているところでございます。で、権利者団体からは、今ご指摘のように、その許諾権を報酬請求権にするというようなご意見がある一方で、権利者団体の一部からは、このような取り組みにより、より円滑な権利処理は可能であるというようなことから、法律により許諾権を報酬請求権に引き下げることについては、慎重な意見も出ているというふうに承知してございます。放送業を所管する総務省としても、まずは運用面、技術面の取り組みを進めていくと聞いており、文化庁としてもデータベースの充実などを着実に進めてまいりたいと考えております。なお、インターネットによる同時配信を行うことにより、通常の放送の場合と比較いたしましても、放送番組が視聴される機会が増大することとなり、権利者の利益に与える影響も大きくなることが想定されるため、著作権法による権利のあり方が異なることにも一定の合理性があるものと考えているところでございます。足立君、反対している権利者団体、どこですか。内藤審議官。本件につきましては、権利者団体のうち、事前化の主要団体が前向きな意向を示している一方で、レコード制作者の意見を代表している日本レコード協会から、慎重な意向が示されているというふうに承知してございます。また、実演家およびレコード制作者ともに、こういった団体に所属されていない、いわゆるアウトサイダーの方々の意向については、現時点では明らかになっていない状況であると承知してございます。足立君、まあ、ちょっと時間ないんで、ちょっと飛ばします、急ぎますが、今ご紹介があったように、かつてはね、この権利者団体、反対がすごく多かったんですよ。でも明らかに今の時代の中で、許諾権を維持していると、日本の競争力、日本がどんどん世界から遅れていくということで、いわゆる恩恵教、私も経産省時代にだいぶ喧嘩しましたよ。でもその恩恵教も賛成に回ってくれた。僕は感謝を申し上げたいと思いますよ、そのご理解に。でもレコ教だけですよ、もうほとんど。その極めて、まあ端的に言うとノイズイマイノリティですよ。
そこに 足元をね、その手足を縛られて動けない、本当に自民党ですよね。まあやめましょう。ちょっとね、あとね、あんまり時間ないんだけど、あと2つやりたいんで、まあ以上のようにですね、今回のネット同時配信は極めておためごかしであり、不十分であり、第一歩とはいえ、本当に 0.1 歩ぐらいしか進んでません。これから大きくジャンプをしていかなあかん時代に、大変日本の放送は、NHK を含めてガラパゴスになっています。そのガラパゴスの象徴が、いわゆる内蔵のキャスチップということで、何回かここでやってきました。これもう一度だけやります。これはガラパゴスだと私は思います。大臣、私はね、これまた大臣、ちょっとこれ、申し訳ないけど、ガラパゴスですよね、これ。で、ガラパゴスというのはどういう意味かというと、歴史的経緯からそうなってるけど、世界の中で類例がないという意味です。ガラパゴスですね。この日本のそういうキャスの制度を使っているのは、ガラパゴス、あ、無料の公共放送にキャスを適用しているのはガラパゴスですね、というのを大臣にご答弁です。山田、どっち？いいですよ、誰でもいいですよ。山田情報流通行政局長。キャスの問題に関しては、たびたびご質問をいただいております。放送番組につきましては、その制作者、出演者など、さまざまな著作権の権利が適切に保護されるべきものと考えております。我が国では、無料放送といいますか、公共放送も含めてですね、コピー制御の仕組みが導入されておりまして、これは地デジの導入に際しまして、コピーを繰り返しましても、画質、音声が劣化しない特性に対応したものでございます。一方、欧米の状況を見ますと、公共放送にコピー制御が行われていない国も多いと承知しておりますけれども、例えば韓国、あるいはその英国では、コピーの制御の仕組みが一部導入されているところもあるというふうに承知しております。足立君。英国、韓国で導入されている制度というのは、キャスですか、 何ですか、ちょっと教えてください。山田局長。韓国について申しますと、地上波の 4K 放送におきまして、スクランブル機能の暗号化とコピー制御情報を使った RMP、つまりそのライツマネジメント&プロテクション、コンテンツ権利保護というものが導入をされております。英国につきましては、BBC のハイビジョン放送につきまして、実装をされているという例があるというふうに承知しております。今ご紹介があった RMP とはソフトウェアでできるんですよ。で、日本でもそれは開発されてます。だからチップの埋め込む必要ないんですよ。ところが NHK はソフトウェアでできるのに、わざわざ有料放送と同じような、チップ、キャスチップをですね、テレビ受像機に埋め込んで、メーカーに作らせているということは、まあ、再三ここでも、申し上げてきた通りであります。私が心配しているのは、そういうことの結果、ますます日本だけが特殊なテレビ、特殊な放送に足を取られながらですね、結局世界の大競争の中で遅れを取っているということに、まあ、危惧を申し上げ、そういうということをですね、指摘をしておきたいと思います。最後に、NHK から国民を守る党という、よく分からないグループがですね、今、東京などで、地方議会で議席を獲得をしています。で、総務省からはですね、以前、あんまり国会で取り上げると宣伝になるからやらない方がいいよって言われましたが、私がやらなくてももう議席取ってますから、なんか参議院に出してくるみたいですよ。だから私はね、そしてね、今日私が、放送法に賛成する理由の一つはこれですよ。この集団が僕にね、エールを送ってくるんですよ、反対しろって。お前らに反対しろって言われたら、絶対俺は賛成するということで、まあ、賛成をさせていただくわけでありますが、この集団、この集団ね、恐ろしいですよ、国民に違法行為を促しています、違法行為を。立花っていう代表が、YouTube で
足立康史さんに悪口を言われたので言い返しますとかね、まあ、これはあの動画の名前です見出して、それからやってもいい法律違反とやってはいけない法律違反があるんだ、罰則がなければ法律違反はいいんだということを国民に促して受信料払うなという運動をしている政治集団ですね。私はこれ大変問題がある、違法行為を促すね、視聴者に違法行為を促すような活動をしているこの NHK から国民を守る党、これ総務省どう捉えてますか。山田情報流通行政局長。総務省といたしまして、特定の政治団体の活動についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で NHK の受信料について申し上げますと、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならないと規定しておりますので、受信設備の設置者は NHK との受信契約により、NHK に受信料を支払うことが法律上定められているところでございます。足立君。だからそう定められているから、まあ、要は政治団体についてコメントはしないが、まあいいか、それ以上聞いてもかわいそうか。私はね、政治家ですから申し上げます。こういう、我々政治的主張をするときには、国会議員が矢面に立って、そして法制度を作っていく、これがもう当たり前ですよ。自民党でも、まあ、共産党は、まあ、共産党もそうかな、ちょっとまたゆっくり調べますけど。しかし、この集団は国民に何もよく分かっていない国民に違法行為を促しています。これも YouTube に出てますから。私は NHK から国民を守る党から国民を守るためにね、しっかりとこの国会で広く国民の皆様に支持されるような放送と通信の大融合時代を作っていくためにしっかりと働いていくことをお誓いをしたいと思います。彼女らが今、ネットでね、いや、俺たちは NHK に高等裁判所、東京高裁で NHK をやっつけたと喧伝をしてます、これはまず事実ですか、NHK。松原日本放送協会理事。お答えします。4月にですね、高等裁判所が NHK の主張を退ける判決をしたということを言っているんだというふうに認識をしています。この裁判はですね、平成30年の2月に、未契約事業所に対して受信契約の締結と受信料の支払いを求め、 NHK が、東京地裁に提訴をしたというものであります。平成30年の9月に東京地裁がですね、NHK の主張を退ける判決を出したため、NHK は同年の10月にですね、東京高裁に、控訴をしていたということでございます。で、この本件の争点はですね、新規に、衛星契約を締結したその月にですね、衛星設備を撤去した場合、同じ月の中でですね、設置と撤去したという場合、該当月に支払うべき受信料は、衛星料金なのか、あるいは地上料金なのか。いうものであります。 NHK は、まあ、放送受信規約の規定により衛星料金が適用されるというふうに、主張していましたが、東京高裁は、同規約のですね、別の規定により、地上受信料が適用されるとして、今年の4月にですね、一審に続き NHK の、まあ、主張を退ける判決を出したと。で、本件のように新規に衛星契約を締結した月にですね、衛星設備を撤去するケースというのは極めて、稀ではありますが、NHK のこれまでの取り扱いとは異なるため、上告受理申し立てなどの必要な対応を行っていきたいというふうに思っています。足立君。もう時間来ましたから終わりますが、NHK ね、一言、これ、私に言わせればね、これ、些細な訴訟です。そして、この、受信規約の複数の条項の読み方が、解釈が分かれて、高裁はね、NHK にが負けということになりましたが、これ、規約見直しますね、それだけ一言、規約の見直しが必要だと思いますが、そうですね。松原理事。
今後の訴訟の推移を含め見てですね、必要な対応を行っていきたいというふうに思います。以上、足立君。すみません、ありがとうございました。以上で終わりますが、以上申し上げたように、とにかく違法行為を促すような政治グループには断固抗議をしながらね、一方で NHK の改革は維新の会がリードすることをお誓いして、この場での質問を終わります。ありがとうございます。